LG エレクトロニクス LG v 三0 LG V30 及び LG v 三0は韓国の LG エレクトロニクスによって開発された第四世代移動通信システム対応スマートフォンである。LG v 二0の後継機種で V シリーズでは初めて u 機 L ディスプレイを採用している。v 二0と比較して画面占有率が大幅に上がっており、さらに Google の VR プラットフォーム、 デイドリームにも対応している。ただし、仙台機種と異なり、サブディスプレイは削除されている。また、動画撮影機能も強化されており、映画のように撮影することができるシネビデオ機能を搭載。また、動画撮影時に自然なズームを可能とするポイントズーム機能が搭載されており、タッチした場所が自然に画面の中央に来るように、ズームすることが可能となっている。 シネビデオは Google の音声入力からも操作可能である。音響面では仙台機種に引き続きバングオルフセが監修しており、新たに MQA フォーマットの再生にも対応している。その他の機能として新たに防水、防塵性能を及び見る STD810G 相、SO、当の対衝撃性能を装備している。なお、 V30 と V30 の相違点は内蔵ストレージであり、V30 は 64GB、V30 は 128GB となっている。今回は、日本向けモデルがそれぞれ AU 向けに、イサイ V30LGV35、NTT ドコモ向けに、V30L-0HK としてローカライズされている。V30 と日本向けモデルの相違点は、以下の通りとなっている。 ありがとうございます。